卓研合格パートナーのレトスの斧です弊社レトスは卓研試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております効率的な勉強の仕方とは理解学習です無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますのでチャンネル登録をしていただきこれ以外の動画もぜひご覧いただければと思いますはいこんにちはレトスの斧です9月4日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますできると思えばできる ででききなないいと思えばこれは画家であるピカソの言葉です。卓研試験は勉強を始めた当時は難しいなと感じたはずです。私もそう思いました。でも私は絶対合格できると思って勉強を続けました。合格できると思えば勉強は続けられます。一方合格できないと思えば勉強はやめるでしょう。 残り1ヶ月半あるので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。で、問1ですね。連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する。マルかツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは、主たる債務者の債務は消滅しませんので、誤りですね。 連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。つまり、連帯保証人の時効が完成しても、したる債務者の債務は消滅しないんですね。もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。まあ、この点もね重要なので、しっかり理解しておきましょう。で、問いにですね。宅建業者 C 社の非常勤役員が刑法第2 8条の3、 狂気準備集合及び結集の罪により罰金の刑に処せられたとしても C 社の免許は取り消されることはない。マルかツかという問題です。え答えはえ罰ですねえ。免許取り消されます。まず、非常勤役員というのも役員なんですね。で、この役員が狂気準備集合及び結集の罪で罰金刑となれば C 社は結核になるんですね。 役員だけじゃなくて、C 社も結核になっちゃうので、C 社は免許取り消しになるということですで。今回細かい解説まではしてないんですけども、個別指導の受講者さんは、基本的な考え方に基づいてえ回答を導いてください。この基本的な考え方についてはえ、個別指導の受講者さん専用のメールマガでお伝えしてますので、そちらをご確認ください。基本、つまり考え方に忠実、これが合格への第一歩なんですね。 基本的な考え方を使えば免許の基準の問題間違えることはなくなりますのでぜひですねこの基本的な考え方を頭に入れて確実に1点ゲットしましょうで土井さんです宅地造成工事規制区域内においてゴルフ場施設用地の造成のため10万平米の土地について切り土または盛り土を行う場合宅地造成等規制法の許可を有しない丸かツかという問題です で答えは、これは必要ですよね。許可を有意しないって許可不要って話なんですけども、許可は必要です。なので、誤りになりますね。宅地造成等規制法の許可、まあ、これは都道府県知事が行うんですけども、これが必要なのは、宅地以外の土地を宅地にするため、もしくは宅地において土地の形質変更を行う場合なんですね。まあ、造成工事を行う場合という意味です。 でこの政令で定める土地の形ス変更っていうのは、例えば、まあ、今回の話で言うとですね、500平米超の切り戸だったり、盛りをする場合とか、まあ、そういった話です。まあ、今回は政令で定める土地の形ス変更に当たります。なので、あとは、この部分ですね、宅地以外の土地を宅地にするためなのか、また宅地においてするのか、このどちらか一方に当てはまれば、宅地造成等規制法の許可が必要ということになります。 そして、宅地造成等規制法でいう宅地ってどんなものかっていうと、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他整理で定める公共施設のように供されている土地、以外の土地なんですね。今回、ゴルフ場なんですよね。ゴルフ場施設だから、これ以外じゃないですか。ってことは、宅地に該当するんですね。したがって、 今回、ゴルフ用地にするってことは、宅地にするための造成工事にはなりますので、まあ、どちらかには絶対に当てはまるんですよね。どちらかには当てはまります。で、さらに、政令で定める土地の形質変更、これも行いますよね。先ほどもお伝えした通り、500平米超の切り土や盛り土を行うというところが要件当てはまるわけです。従って、宅地造成等規制法の許可が必要です。 この辺りは論理的に答えていけば、えー、正解できる問題なので絶対ですね、えー、解けるようにしておきましょう。そして今販売している予想模試は実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。 こうやって理解するのかあ、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。